ここがお父さんから調査を頼まれた場所だな。キリト先輩、見てください、あそこにたくさんの魔獣が。あいつら何をしているんだ。こっちを無視して暗がりでコソコソしてますね。なんか食ってるみたいだぞ。こんなところで一体何を食べてるんだ。こっちに気づいたみたいだぜ。戦うしかありませんね。ああ、よし、これで任務完了だ。はい。ちなみにあの魔獣たち、一体何を食べてたんでしょうか。そういえば気になるな。どれどれ。ん、あ、これキノコか。はい、そうですね。あれ、これってこの辺ジメジメしてるもんな。日の光も当たらないし、人の手も入ってないし、それでキノコが自生し始めて、イノシシ型の魔獣たちが餌を求めて押しかけてきてたってわけか。はあ、ん、ロニエ、どうかしたのか。これはマヒツダケです。マヒツダケ。希少なキノコです。なかなか取れなくて市場に並ばないこともあるんです。マヒツダケ、マツタケ、コヒルチョ、コーヒー。うん、なるほど、そういうことか。キリト先輩。あ、なんでもない。でもそんな価値のあるものならせっかくだし取っていくか。あそこにも生えてるな。あそこにも。うわ、よくよく見るとそこら中にあるぞ。はい、取り放題ですね。さっきの魔獣もこれを食べているようだったし、キノコがある限り魔獣はまた来てしまうかもな。それじゃあ全てのキノコを採取しますか。たとえ全て取っていっても時間が経てばまた生えてくるだろうし、やっぱり魔獣の方をどうにかするしかないか。魔獣は倒しても倒しても出てくるし、カランとはなかなか見つからないな。それにすっかり暗くなってきた。これじゃあ今日はもう帰るのは無理か。夜の方が凶暴な魔獣が多く出現するみたいですからね。ってことは今日はここで野営するしかないか。はい。え？なや、暗い中で動き続けるのは体力的にも厳しいと思ってさ。そうですね。ロニー、大丈夫か。なんでもありません。キリト先輩と二人きりで夜を明かすなんて。しかしあれだけ戦ってたらさすがに腹が減ってきたな。そうですね。でも食べられそうなものなんて持ってきてないし。どうした。そうですよ、あのマヒツダケを調理すればいいんです。そんなことできるのか。はい、探索が長丁場になった時のために調理するための道具を持ってきていたんです。それにさっき倒した魔獣も食材用の肉になるので、キノコ鍋くらいならできると思います。
もうさすがロニエ。スープの仕込みは完了っと。それじゃスープがグツグツ煮えるまでにこの具材を切ってっと。なんだかえらく本格的な格好だね。はい、ここに前掛けが置いてあったので借りちゃいました。この砦では女性衛士の方も見回りに来るそうなので、その方が使っているものなのかもしれませんね。俺も何か手伝えることないか。あ、お願いですから先輩は何もしないでください。え？いえ、私に料理はお任せください。先輩はどうかごゆっくり。そうか、思わず傷つくところだったぞ。ごめんなさい、つい先輩にできるところをお見せしたくて。わかった、じゃあロニエに任せようかな。はい、ロニエ。先輩に見られると集中できないです。あ見ない方がいいか。それじゃあちょっとあたりを散歩にでも。いえ、ここにいてください。どっちなんだ。あの、先輩は奥さんにするならどんな人がいいですか。えらく唐突な問いかけだな。深い意味はないんです。ただ男性の意見をお伺いしたいと思いまして。お料理上手だとか優しい人だとか、お金の管理が上手な人だとか、強い人とか。私、今回父が縁談を持ってきた時すごくいろいろ考えてしまったんです。将来どんな人と結婚するのかもわからないですし、結婚して誰かの奥さんになるなんて想像がつかなくて。それでもいつかは嫁ぐことになるんだと実感しました。だからその時のために心づもりをしなくちゃと思って。つまり男の人はどんな奥さんがいいと思うのか、男性である先輩から聞いてみたくなったんです。そうだな、難しい質問だけど、ロニエは奥さんに向いてると思うぞ。え？ロニエは気が利くし優しいし料理上手だし、剣も強いし自分の考えも持ってる。ロニエみたいな人が奥さんだったら相手の男の人は幸せだと思うぞ。先輩、そんな嬉しいです。そんな風に言ってもらえるなんて。ロニエ、私本当は先輩みたいな人の奥さんに。ロニエ。あ、何を言ってるのかな。私、先輩にはアスナさんという人が。ロニエ、鍋が吹きこぼれてる。え、お鍋。あ、すみません、つい自分の世界に入っちゃってました。うまい、最高にうまいよこの鍋。本当ですか。あのあとスープは吹きこぼれてダメになっちゃいましたが、やり直せてよかったです。ああ、キノコの出汁に肉のコクが調和して、あとはこの芳醇な香り、まさに絶品だ。ありがとうございます。即席でこれだけ作れるなんてロニエもなかなかやるな。アスナに勝るとも劣らない料理の腕前だよ。昔から弟たちの世話がてら料理作りもやってきたので。そうなんだな。ロニエの親父さんがきちんとした男のところに嫁に出したいって気持ちは当然だよな。あ、ごめん、つい口が滑った。ロニエにとって気分のいい話じゃないよな。あ、いえ、父の言い分ももっともだと思います。剣士として危険な任務に就く娘に家庭を持って幸せに暮らしてほしいと思うのは普通ですよね。ロニエ。また奴らか。
仕方ない、追っていこう。はい。やっと見つけた。カラントだ。キリト先輩、魔獣の群れの真ん中を見てください。ひときわ大きな体をしている奴がいるな。もしかして群れの長か。きっとあの長が群れの統率を取っていたのだと思います。ああ、そのようだな。それじゃあいつを倒すぞ、ロニー。